はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回はね、こちら、はい、こちらのね、造形展開地でね、世界大会開いた時の、優勝作品のトランクス、こちらをね、今回はご紹介したいと思います。はい、こちらはね、白黒とカラーあるんですけれども、カラー、こちらの方をね、またいつものように撮るんじゃなくて購入してきました。はい、はい、これをね、いざ開封したいと思います。一応ね、今回2日目ということでね、あともう2日レンちゃんで、投稿しますんでね、よろしくお願いします。では早速開封いってみましょう。はい、箱から出した状態なんですけれども、こういう感じでね、分かれて入ってますね。胴体と、足パーツと、あともう分割で、台座、はい、でこちらがね、付属してます。はい、ということでね、では開封したいと思います。はい、ということでね、組み上がりました。こちらですね。いやー、これはね、結構造形、あ、こっちじゃなかった、あ、すいません、こっちですね。いやー、これはね、すごいね。もう一言でね、もうトランクスフィギュアの決定版と言ってもいいぐらいの出来ですね。いやー、優勝しただけあるわ、これは。世界で半端ないね、これもうね、市販品レベルですよ、これ。プライズでここまでできるかっていうね。いやー、すっごいわ、これ。このね、膝の破け具合とかもすごいね。あと、こういうちょっとした細かいところとかもね、すっごい再現されてて、もうめっちゃすごいですよ、これ。いやー、この造形はすごいな。これを量産できるっていうのもすごいけどね、ほぼほぼね、元の原型と劣化せずを大量生産したのはすごいと思いますね。いやー、これかっこいいわ。これ横から見てもあれだしね、当時の刈り上げ具合もこれすごい。髪の毛の、色はね、ちょっとテカってますね。こうなんつうんだろうね、こうピカピカ、メタリックじゃないけど、もうメタリックまではいかないけれども、すごいテカテカしてる感じの。いやー、すごいな、この叫び顔、めっちゃかっこいいわ。迫力あるね。こういう感じになっちゃうけどねまあ角度によるけど。で、まあ先ほどね、登場しましたね、以前のね、トランクス、こちらですね。こちらもね、すごい出来半端ねえなーと思ったけどね、こっちはスーパーサイヤ人バージョンになってるけど、まあ、こっちはノーマルバージョンとしてはもう決定版だよね。もうね、これもすっごい出来はいいよね。うん、半端ないね。だからもう逆にこれをこう並べるっていうね、うん、こういう感じでやったらすごいね、もう映えるよね。すごい、これ、これ、あ、ちょっとこれロゼとぶつかっちゃう、これ。こういう感じでね、いやー、すごい、俺は。あだっつ。ちょっとやってる箇所が、ちょっと、坂になってるから。ちょっとロゼがあれなのかな、邪魔なのかな。邪魔ってあれだけかな。
剣が当たっちまうよし、こういう感じでね、ちょっとね、あの等身的にあの前回のねこのやつと違うんだけどね、若干今回のトランクス大きいですよね。若干もな、2倍近くあるのかな、大きさの違いは。こう見るともう全然大きさが違うよね。これはこれでね、このちっちゃいのちっちゃいのでもうほんとね、もう最高のあれですけどね、ポージングと造形。いや今回のこれもねやっぱすごいよ、これかっこいいな、これ。いやー、これが造形者バロックさんですね。結構ね、もうほんとドラゴンボールフィギュアとかすごいね、造形と評判いい人ですね。いやー、すごい、これは想像以上だね、このトランクスは。結構ね、前評判からずっといい評価得てたんですけどね。実際もうほんと現物手に取ったらよくわかりますね、ほんと半端ないっていうのは。はい、ということでね、今回は、トランクスですね、こちらを、紹介させていただきました。あとね、2日、エンチャンでね、ご紹介していきたいと思います。さて次回は何なのかね、ご期待してください。チャンネル登録してない方はね、チャンネル登録してお待ちしていただきたいと思います。もしね、よろしければいいねボタンも押していただけると、これからのね、励みになりますんでね、ぜひよろしくお願いします。では、今日はこれにてご視聴どうもありがとうございました。